野菜うどんを作っていきます。今から野菜うどんを作っていきます。最初に使う野菜ですね、玉ねぎを適当な大きさに切っていきます。でキャベツはね、僕はいつも言うようにめくって使うんですよ。経済的にも鮮度的にもカット野菜って特に半分とか4分の1に切ったキャベツを使うのが嫌なので、一玉買って外側からめくって使っていきます。でめくって使う上で外側は炒め物、煮物の料理をするときに使っていきます。だから料理を決めてキャベツを買うんじゃなくて、キャベツを買ったらそのキャベツの剥き具合で料理を決めていったりします。ロールキャベツにしたり、キャベツの炒め物にしたり、キャベツを材料にした鍋にしたり、キャベツを材料にしたラーメンとかうどんにしたりね、外側の間はそういうふうに使います。で真ん中ぐらいはまあ何使ってくれあっても大丈夫ですよね。だけど内側になってきたらようやく待ちかねてた千切りキャベツとかコールスローとかサラダとかに使っていきます。で今はまだ外側なんですよ。スーパーで特売やったキャベツを買い足したので、外側のキャベツがあるので、それを使ってうどんを作っていきます。たっぷりの野菜のうどんですね。野菜のうどんなんですけど、基本野菜にある程度下味ついてないと美味しくないので、しっかりと下味をつけていきます。味の素、塩はもちろんですけど、味の素、黒胡椒で、好きな方は一味とか七味、中にはまあキムチの素とか醤油とか入れてくれはる方も構わないです。それぞれ好きな味で、ちょっとうどんの出汁よりも強めの味にしててくれはる方が美味しいですね、どちらかというと。で美味しいだけで言えばね、美味しいだけで言えば油炒めしてくれはる方が美味しいんですよ。中華料理みたいに油通しした方がシャッキリして色つやも良くて美味しくなりますでしょ。もうそれは間違いないんです。油通し、油炒めした方が美味しいと、シャキシャキしてると。だけど僕の料理は基本ダイエットなので、健康に体重を維持していきたい、健康体重を維持していきたいというので、必要もないのに油を使いたくないんですね。必要もないのに油を使いたくないので、油は使わずに辛炒め、もしくは辛蒸しですね、さっと炒めて、で水分出して、で蓋をして蒸し上げていきます。で蒸し上げている時間は消しておきます。蒸らし終わったキャベツと玉ねぎです。いい感じでしょ。いい感じに蒸らし終わってます。でこれを最大火力でもう一度さっと炒めて、玉ねぎの辛みが好きな人はいいんですよ。半炒めでも半生でも僕ね苦手なんですよ。胸焼けするんです、玉ねぎの辛みって。だからもう徹底的に火を入れていきます。で最後の余熱で火を通してる間に出汁を作っていくんですけど、僕はもったいないっていう気持ちが強いんですよ。だからもつとかを茹でこぼしたお湯が捨てれない、もったいないと思ってしまうんですね。でもったいないと思ってしまうので、どうしてもリサイクルして使っちゃうんですよ。茹でこぼしたお湯をリサイクルして使ってしまいます。
で今回のは鶏レバーをゆでこぼした時のお湯があるので、それをリサイクルして使います。普通の人はね、鶏ガラスープの素を使ってください。和風だしでも構いませんよ。僕はこれ豚レバーを、豚レバーシャワー、鶏レバーです、ごめんなさい、鶏レバーを塩と生姜で和えた後、ここで臭み取りで茹でこぼしたんですよ。でそのお湯がすごくもったいないと思ってしまうので、僕はここに うどんを入れて湯がいて食べていきます。で湯がいてそれをそのまま飲んでいくんですけど、一応万が一捨ててしまうこともあるので、ここには直接だしは入れないです。塩と生姜と鶏レバの味は出てるんですけど、それだけではちょっと物足らないので、鶏ガラスープをうどんを食べる丼に入れてネギと一緒に入れます。でネギと一緒に入れて、でここにだしとうどん玉を入れていきます。で沸騰させたスープ、ゆで汁に1玉18円の業務スーパーのうどんを冷凍させたやつですね。ある意味安ければ何でもいいのかもしれませんけど、僕なんかはもううどんにコシを求めない地方なんですよ。まあ、伊勢うどんほどじゃないですけど、うどんにコシがなくてもクタクタのうどんでも美味しい方なんです。だから普通の一番安いうどんを冷凍して長期保存して食べたい時に食べてます。でさっと煮立てたらネギとスープの素を入れたところに麺と煮汁を入れます。この煮汁は何度も言ってますが、茹でこぼしたお湯をリサイクルしてます。生姜のものすごくいい生姜の風味と塩味と、で鶏レバの出汁が入ってます。もったいないのでリサイクルしました。でここにさっき炒めた野菜をたっぷり放り込みます。もう丼鉢を覆い尽くすように、まあ大皿ですね、普通の丼鉢じゃないです、もっと大きいですね。偽物の伊万里焼きかなの鉢いっぱいです。はい、完成しました。14日食事前の体重を測っていきます。体重 55.3 キロ、昨日より 200g 減ってますね。あんだけ食べて減ってるんですね。体脂肪率 11.7、糖分を一切取ってないからですね。基礎代謝1313、内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 55.3、 携帯とトランクスと T シャツの重さ引くから 55.1 キロですね。体脂肪率 11.3%。 そうですね、やっぱり糖質と脂質を分けて摂ると、一緒に摂らなければ体重は増えませんね。よいしょ。料理動画はここまでになります。
これからは食事動画になります。興味のない方は離脱されてください。あ、その前にお気に入り登録をよろしくお願いします。9月14日1品目、一皿目、野菜うどん食べていただきます。いただきます。たっぷりの野菜、うん、あ、うまい。シャキシャキや。黒胡椒の風味も効いてる。あ、リサイクルしたお湯がよく効いてるな。リサイクルしてよかったです。生姜と塩味がよく効いてます。皆さんは普通にリサイクルせずに鶏ガラスープとか和風だしとか、なんやったらコンソメスープとか使って作ってください。で、熱々のうどん一玉ですからすごく時間かかりますので、一旦ここで切って食べ終わる頃に再開します。ああ、最後の一口残して動画再開です。うん、おいしい。ああ、1日3食食べるんやったらもうこれで1食十分終わりですね。で、急激にダイエットしたい時でもこれで1食終わりです。1日1食終わりですね。だけど今は YouTube の動画撮影にものすごく、なんていうのかな、熱中してるというか楽しいので、あと4本から5本撮っていきます。よかった。9月14日一皿目、一品目、野菜うどん完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。